はい、初心者大輝の早期撤退プレイ。早期撤退プレイ、もう帰宅しなきゃダメだ。早期撤退すんだよ。ドラー、早期突撃だね。え、どこ行くの？工場。ここだね。あ、確かに工場行ってないね。ここ行ってないから。こうやって全部のエリアをちゃんと。ちゃんとね、ほんとね、初めて行ったらね、わかるやつが多いから。入れ入れ。ここ結構広いぞ。すぐ閉めて。もう斧とか、まあ斧でもいいか、もう最初は。殺す気満々じゃん、そのもの。おお、ミディアム。で、あとはフルアーマー。フルアーマーじゃない、フロートの武器。フロート。フルアーマーってなんかガンダムみたいになるな。回復、回復。もう今はお前だけのハウジング、もうのしのし歩け。のしのし元気よく歩け。いいぞ。おお、しかもあれ、回復パック。それも。お、金ライフル。ちょっと、砂。砂入れたかったら、それと変えてもいいかもね。さあ、お前にスナイパーなんかできるんだろうか。早い。す報告。間もなく崩壊が起きるだろう。あれ？エリア内じゃん。マジで？ここね、結構いい高台があるわけですけど、生きてそこに行けるかっていうと、超難しいと思うんで。だから、なんかどうしようかな。でもお前のそのスナイパーライフルが光るかもしれない。え、何とかやったの今。マダックスとオランパとかやった。え、でも近距離武器持っといた方がいいっすよ。マダックスの方が近距離だね。レートが高いから、かなり近距離強い。まあ、とりあえずまだ敵は入ってきてないから、今のうちに拾えるもん。まだってか、入ってきたらってここの建物にってこと？うん。もうその時はどっちかがくたばる時だから。あんまり。よし、じゃあエリア見てみて。え、どこからどこまで。ああ、なるほど。最終的にどこになるか分かんないから、うん、ここら辺でなんとかしときたいのよ。それは、ね、愚かです。そういう時は絶対そっち。出るの怖いな。いや、そこでそのうろうろしてる方が危ないよ。もう行くんだったらガーって行った方がいいし。そう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 。それ割っちゃってもいいよ、全然。あ、外周切ってるじゃん。使っちゃえば行こう。確かに。違う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 。使うの違う違う違う。そうそうそう。で、窓から一応離れて、そう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 、そういう気配りマジで大事。急に、だと、ここでも丸、いや、でも少なくとも、その、さっきよりかは減ってんだよ、その、そうね。ちょっと、せっかちで、最後、ゴリ押しプレイに対応できるように。最近それ押しだな。俺結構、てか、もうそれしかないかもしれないと思ってるよね。あ、俺の勝ち方ね。これ何？強化使っとけ。そのてか捨てるぐらいだったら使っとけよ。あ、てかバックパック絶対ある、この辺に。あ、クラスターが拾いたいのね。そういうこと。バックパックあるよね。あ、あるから、そのまずあさってあるじゃん。あるすげえ速度であるじゃん。もう本当に顔出したら、うんうん、BP。 そうだね。もうスナイパーはフルアタだからおしまい。メッシュ前だって雑に置けるから。メッシュ前そうだね。まあ、いないだろう。お、デッサ。デッサ来た。ありがてえ。この危ない世界を唯一割烹できる最強パーク。50口径の弾。ちょっとしばらく待ちっすか。トロフィーはいらない。だとしたらなんかね、トロフィー。いや、別に待つんだったら、家とかよりも、荒野の岩とかの方が安全かもしんない。砂あるし。そうだね。究極。ちょっと南行く？うん、ここって結局、待ってたところでお前武器2個持ってるうちの1個しか使えないから、なんかその、せっかくの砂アドバンテージがなくなっちゃうから。俺どこ向かってるこれ。あって。それはもうかなり中心に向かって、てるから。中心向かってるね、俺。いや、ちょ、一旦ストップ、一旦ストップ。通信、サプライドロップが来るぞ。次のエリア縮小が見たいな。
あの工場のさ、うん、屋根とかさ登れたら結構なアドバンテージなんだけど、うん、まず誰かいるわけよ、うん、センサーだとある？ない。ないか。あ、アクセあるよ役に立たないでしょ。つって投げた瞬間もうマップ全員バーって見えたら面白いけどな何も意味ないじゃねえかよ。これ危ないね、ここの位置で。はしごでもあそこを渡ってワンチャンを取りに行くのもありかもしれないけど、あ、まあ行くんだったらダッシュで行かないけどな。もう行っちゃったから今。ドアの方見といた方がいいよ。いや、もう行け、前行けって。お前なんかその危ないところは少しでもリスク減らして閉めとくわ。閉めとくだけで少し安全度が上がる。乗れる？乗れる。乗れない？乗れないわ。うるせえだけだ。うるさくしただけだ。位置を教えただけだ。あぶね。ちょっと待って、アイテム何があるデスタスモーク。メッシュ前に仕掛けとけば。どこに？そこのドア。もう一個。で、あとあの、はしご？さっき登ってきたはしごのとこ仕掛けとけば。ちょっと難しいね。どうやって仕掛けるの？ここら辺？もういいや、別に。全然場所違うじゃん。もうそうなったらそこだわ。まだわかんねえしな。いる可能性高いんでしょ。でもこの屋根の上が危ないかもって思ってたらそれこそ立ち回りづらいから、ちょっとそのあそこにあれあると思って、そういう感じでちょっとあそこにあれあるのってさ、回復薬があるのはいないってこと。いや、そんなことはない。全然取り忘れあるよ。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。次のエリアどこ？ちょっとそれ見て。あ、結構いいね。運がいいね。いや、もうマジさっきのせっかち取って、もう最後せっかち回復連打。今のもここね。あの、まあそうなんだけど、体を出し切ってから曲がってるから、あれってお前銃出てる状態でやっちゃってるから、もうちょっと手前からやんなきゃいけないね。あ、いいねいいね。なんかラジオみたいになってるけど、いや、そのままあの他に乗れるとこってある？これ。いや、結構あるよ。ある、うん、あと32人。そこの屋根の上も、登れるはずなんだけど。いや、違う、その左のその屋根の上、どうやって登るんだろう。あ、多分そこは登れんじゃない、その低いところ。それあ、そうだね、それでゆっくり。でも別にもうあそこから死ぬこと絶対ないから、まあね、うん、見えたところで撃つ価値ない、うん、そいつがなんか SNS かなんかであそこに敵いるぞってチクらない限りは何らダメージないよね。何ここっていう、うん、うるさ。あ、でも足跡したな今。さあ、あの後ろの方にいるわ。結構遠くかもしれないし。え、これってなかったの？この奥ってどうなってるの？登って右見、足音してんな。車と、さっきメッシュ前に仕掛けた方のドアから来る可能性非常に高いぞ。メッシュ前で一撃。じゃあ、あんまケアする。いや、ただメッシュ前に音鳴ってんだよ、ジーって。だから、あ、普通はあの、なんつうんだろう、気づいて。素晴らしいね、こんな見やすいね。うん、絶対ここら辺いるんだろうな。まあ撃ったってしょうがないから、まあ、いない、見たってしょうがない、うん、いやいや、見るの価値あるよ、すげえ。だってそいつがもし見てたら、うん、割と撃つ価値あるのよ、お前を。
うん。あれ、サプライドロップじゃない？あれ、いる誰か？いなかった？あー、いいや。うん、ちょっともうちょっとね、あの、うん、いろんなとこ見た方がいいです。足音しなかったね、今右の方で。お前の音か。あ、いるね。場所分かった。242開けて出て走って。でももし足止めたらね、殺してもいいかもよ。そういうの敵は一人でも少ない方がいいから。バレんじゃね。別にバレても関係ねえでしょ。ってか多分ここの屋根の上に誰かいることぐらいバレてるし、バレてなくてもいると思われてるし。うん。さあ、ちょっと考えるべき時間がやってまいりました。回復は？回復は今200のミディアム装備。でも外傷あるから、そのなんかあんま食らいながら行くっていうのはもったいないから、もうデッサで駆け抜ける。そうだね。これね、もう何にもない平原の戦いになるから、うんうん、砂はねあるの強いし、なんなら一人か二人倒しておきたいよね。はいはい。まあもうそれは当たるわけがない。何があっても当たることはない。当たったらまあ天才すぎるわな。 YouTube で1万再生ぐらいできんじゃん。それ基準でやってるのか、うん、いやあれ当たったらすごいでしょ。でもああいうシーンを100回やれば1回ぐらい当たんじゃね。100じゃ当たんないぞあれは。100じゃ当たんない。そんなに難しいやつか。見てたってしょうがねえんだよな。でも敵のケツ掘れるんだよねこれで。報告、サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。でも今さ、お前越してったやつらがさ、どの辺の建物にこもってるかとかさ、見とくと、例えばそのバギーのやつだってどっかのさ家には行ってるわけじゃん。だからそこを外してその次走れるから。もう違う。ちょっと意外と情報が少ないかも。結構辛いかもしれない。だからもっと見とけよ。そのあ、いた。あいつ超うるさくしてんの。いや、デッサーかもよ。デッサーかも、うん、一応ジャンプしてんのか、それで。まだ。でもお前そろそろ近づくアプローチ何か考えとかないと。後ろから行く。この道を後ろからアプローチしようかな。うん。つまりどういうことかというと、そこを見渡す、安全かどうかを知る。ラインギリギリを走ってるやついないから、まずラインのところを全部 見とけ。そのじーっと、うん、いないね。まあ、それならデッサ使っていない、ね、あ、それはしごがなんか降りれるしょ、そこ。とりあえずあのラインにいなかったっていうことは、その降りて左側にそれても多分大丈夫だから。あ、いいね。そこからその、そうだね、そこちょっと左気をつけて、そこだけ。よし、 OKOKOK、 いいぞいいぞ、そのまま走れ。お前もう地味にちょっと使ってるからずっとダメージ食らってるじゃねえか。本当一番最悪な。せっかくの外傷を消費した。この辺から危ないぞ。進め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 、走れ、いや、お前それ登れない。その右のマジか、うん、右あったって今そこそこ。おうん、さらなる崩壊が、走れ指定されたセーフゾーンに移動しろ。デッサだから、うん、デッサだから。それ補服、そこで補服して外周を使っちゃえば。ああ、逃げろ。お前それ、すなられてるから、逃げろって。ああ、もう、走れって。撃たれたら走ろう。逃げれてない。なんで走らない。
逃げれてない。撃たれたら走ってよ。自分か。ちょっと同時にできないね。この補服と回復と逃げるは同時に。いやだからもう最優先は走る。もう回復は後。絶対まず逃げないと死んじゃう。ライフ1でも回復よりも走るが優先。うんうん、それ分かるんだけどね、先に他のことやってるとね、上書きがねちょっと時間かかるよね。なるほどね。結構だから先に隠れるのが優先になるんじゃないかな、もしかしたら。だから隠れるっていうのは走るでしょ、早い話が。だから入ったじゃん、で先回復したじゃん、先報復したじゃん、そうじゃなく先に遮蔽物、報復より先に。でも今さ、仮に遮蔽物ってか行ったら、その遮蔽物の向こう側に敵がいるかもしれないからさ、どこに行っても同じことが起きんのよ。目の前にさ草のさちっちゃいのあったの分かる、あそこの裏だったらいいかなって思ったんで。まあそうだね、まあ少なくとも少しでもその見えづらいところにはいるべきで、多分その草のとこだったら今度は向こう側から撃たれた時に同じことが起きて同じように死んでただろうなって思うから、だからそう結局は撃たれたら走るっていうことができないと。そうか、じゃあとにかくそれだな、本当に、それをちゃんと覚えていかないと。体で撃たれたら走るか、それが一番時間かかってる俺多分。じゃあそこ、そう今一発まずさパシュンって撃たれた時当たってなかったじゃん、あれだから自分だったのね。そりゃそうだよ。あそう、だってあん自分と人だったらどう違う。自分と人だったらっていうか、まず自分の近くに当たった段階で、仮に自分じゃなくても、もうすぐ見つかるから、それは。